ャンネル。はい、今回ですね、営業ってどんなお仕事ということで、このチャンネルでも何回か言ってるんですけど、仕事の本質は営業であるというふうにですね、営業は企業会社にとってなくてならない重要なポジションの仕事となっていることが多々あることから、あとは結構文系の方、営業職見る人結構多いですからね。で、当社もバリバリの営業パーソンたくさんいるわけなんですけれども、実際営業はどんなお仕事なのか、どんな人が向いてるかというところを学んでいきましょう。特に就活生の方々だと、なんかいわゆるその B2C の営業とか、特に有形商材系とかっていうものとしかまあ触れてきてないと思うんで、そうですね、まあ、だって C 側ですかね、学生時代って消費者側なんで、まあそれはそうなんですけど、 B2B だったりとか無形商材みたいなところってすごく面白みとか魅力あるので、なんかそのあたりを理解していただけたらなっていうコンセプトで作っております。まず営業の主な仕事内容ですねについて、大きく3つあります。1つ目、商品やサービスの活用方法を紹介する、2つ目、自社商品の販売や契約につなげる、3つ目、顧客の課題を解決する。本当でも実は一番3つ目なんですよね。なんか営業力って何かっていうと課題解決能力なんで、ぜひ本質的に分かってほしいなっていうのありますね。営業と聞いて真っ先に皆さん思い浮かぶのが、商品紹介して売るとか、ノルマに追われてお客さんに怒られて頭下げまくってみたいな、そんなイメージ持ってるかもしれないんですけど大枠で言うと B2B とかだったら、企業の課題、本社の課題を解決するためにこれを使うといいですよとか、このサービス導入するといいですよっていうふうな提案をするわけなので、かなりこう企業研究とかですね、お客様への理解っていうのは必要になってきます。かつ営業は次のように種類が分かれます。1つ目、新規営業ですねと既存営業、要はまだお取引がない新規クライアントを開拓していくっていう仕事と、すでにお取引がある既存のお客様のフォローアップを行うとか、そこに対して追加でいろんなこうサービスの提案とか解決を行っていく、まあ、新規と既存とですね。あとさっき言った個人向けと法人向けですね、 B2C か B2B かというところです。どっちかっていうと多分いろんな会社で多少の違いかもしれないですけど、まあ、基本株主は新入社員って、じゃあ新規か既存で言ったら新規営業任されることが多いですよね、はい、入り口としては、はい、新規営業ってのはやっぱりまだお取引がないところなんで、断られることが多かったりと、非常にこうタフなメンタルとかね、体力が必要になることもありますよ。とある新人営業パーソンの1日を見てみましょうということで、モデルケースですね。とある営業パーソンの1日、テレアポデイと訪問デイが、おやつがある、おやつっていうおやつを買いにコンビニからのおやつ、糖分取れないと頭が回んないとか、そういう感じなんだと思いますが、うん、はい、営業以外にも共通しているところ結構ありますかね。これ、まあ、出社してからの資料整理メールチェックとかね、その日一日の流れの確認とかっても結構どのビジネスパーソンもやられていることですね。最後終わりのタイミングがなんかこう資料作成やったりとか、あと日報ですね、業務報告書いて帰るとかっていうのは、これもいろんな会社のあるあるですね。フリップには目標100件って書かれてるんですけど、はい、実際は1日どのぐらいテレアポってかけるものなんですか、ね、これも多分 B2C か B2B かによるんですけど、うん、いわゆる法人営業 B2B で新規営業だと120から150ぐらいはミニマムかけないと仕事っぽいな、効率悪いなっていう感じですね。断られてしまった家電先に再度もう一回かけるってことはありますか、はい、あ、全然普通に一般的にありますね。まあ、この断られ方によりますけどね、ざけんな二度とかけてくんなみたいなところは多分かけちゃダメなんですけど契約先のところがあって、うん、もう半年間ぐらいはそことの契約が残ってるからとかだったら、次の新しい、そう、検討するのっていつぐらいですかってヒアリングして、うん、検討の違うタイミングにまたかけたりとか、うんうん、テレアポの時に開口一番で切られないコツとかありますか偉そうに電話することですかね。熊谷さんに対して、はい、まあ、人事担当なんで求人広告の営業を僕がしてる人じゃないですか、はい、例で言いますけど電話かけるじゃないですか、うん、じゃあまず最初に事務の方が出ると思うんですよ。その時に、あ、お世話になっております、ストックさんの川本と申しますが、求人広告担当の方いらっしゃいますでしょうかって言うと、あ、営業のお電話をお断りしておりますとかチャって切られちゃうわけです、はい、でもそこでですよ、あ、お疲れ様です、あの熊谷さんいますってかけると向こうもはいって言って熊谷さんちょっと誰かわかんないんですけどみたいな、熊谷さんに一旦つないで、熊谷さんが言った瞬間に、あ、どうもどうもどうもって言ってそこから入るっていうのは僕が若手の時やってた営業です、ね、結構あるあるっすよこれ営業あるあるです、はい、じゃあ事務職の人はいかにこう突破するかがなんか大事、事務職で切られるのは一番腹立つんで、てめえ何がわかんない事務職が何を言おうが、向こうも事務職にどんな人だったとかそんな聞かないから、うん、保留時間のそのタイミングで、だからもう事務職にも圧倒的に上から、たまに来ますもんな、その感じで、なんとかさんって方がお電話なんですけど、社名って要件聞いて社名はどこどこ言ってたっけじゃない、あの大丈夫ですみたいなこっちも忙しいんでそれなりに全部で対応できないじゃないさすがに DM に入社したいって学生がいて、それをつなぎたいんですけどみたいな言い方を準備して、伝言ゲームで言ったとしても、うん、熊谷さんが出た後違う言い方したら
事務の人が伝言ゲームミスったって思わせれば勝ちなんで。続いて営業のここが辛い向いてる人材とはという話題なんですけれども、営業の大変なところですね、見ていきましょうということで、フリップご覧ください。ガチャ切りされる、ノルマが課せられ未達だと詰められる、商品やサービスを熟知しないといけない、労働時間よりも結果で判断される。営業に限らずなことが多々ありますけどね。営業先のお客様は会社ではなく窓口である自分を信用して契約を結んでくれるというものですので、どんなにいい商品サービスだとしても営業がいけてないと商品自体のサービスでの印象も悪くなってしまう。先日ですね、運営がとあるサービス購入検討しようとして、うん、提供先の営業と話をしたらしいんですけど、うん、営業の口癖がねえと不信感が募ったそうですね。熊谷さん、はい、営業に向いてる人材ってどんな人ですかね。結果にこだわれる、ただ明るいとかなんか喋りがちょっと上手いとかそういうことではなくて、先ほども言ったように課題解決能力なわけです、営業力って。対お客様対社外ですし、一般的にまあさっきなんか営業の子が辛いみたいなのありましたけど、営業が辛い大変なのってやっぱりその甘えられない環境だからなんですね。やっぱ対社内と対社外だったらまあどっちも甘えちゃいけないんですけど、対社内の方がより甘えられるじゃないですか、どっちかって言ったら。対社外に対してやっぱりこういろんな価値を提供しなきゃいけなくて、でそれによって結果が出てくるっていうところが大変なんですけど、その結果にこだわるっていうマインドがないと、より大変な仕事っていうのを一生懸命頑張ってやっていくっていうモチベーション維持できなくなるんで、なので結果にこだわれる人がいいなと思います。新卒がね、結構口がうまいって自負してるやつ大抵うまいんじゃないんだよね。余計なことペラペラ喋ってるだけで本質的な話はしないっていうのは結構多いんですよ、勘違いが。営業の給与や待遇、そして身につくスキルについてというところで、次なんですけれども、メンタルや体力が鍛えられるという営業の給与待遇について見ていきましょう。比較的ですね、一般的にやっぱりその大変なだけあって、事務というか、いわゆる内勤系のですね、社員の方と比べて給与が高い傾向にあったりします。成果が目に見えて分かりますからね。またその新卒で営業をやっておくことにおけるメリットなどもたくさんありますので、次のクリップも見ていければと思うんですけれども、給与福利厚生についてこんな構成になってます。これ営業に限らずなんですけど、基本給って結構一般的に抑えられてますからね。そこにもろもろ手当とかつけて、トータル初任給こんな感じだよとか、ベースこんな感じだよって見せ方が多いかなと思います。営業で身につけられるスキルメリットというところでいくと、次のフリップですね。テンポのいい会話術、相手に好かれる仕草表情、相手の意見や求めているものを察する能力、プレゼンテーション能力、交渉力、説得力、体力、メンタル強化。営業で一番身につけられる、スキルじゃないですけど得られるものって、人脈とか人とのつながりの信頼残高を積み上げて人間関係構築できるってことだと思うんですけど、どうですか。僕も全く同じです。そうですよね、はい、独立するときとか、別にその会社内で新しい事業やるときとかっていう、その大学生だったらやっぱいっぱいナンパして女の子のリストが LINE にめちゃくちゃあるやつの方が、いざなんかコンパやりたいとか接待やりたいとか何するんでも掘り起こしできるじゃないですか。そのリストが溜まるっていうのはめちゃくちゃ価値があるんだよと。それをお金をもらいながら、そのアカウント数、要は LINE のリストを増やせるっていうのが営業っていう仕事なんですね。社会人として生きていく上でそこを最重要ぐらいな感じありますけどね。本当何するにしても誰かしらの力借りるか、自分にその仕事を出してくれる人がいないと食っていけないわけじゃないですか、究極。いろんな業界、いろんな立場の方、本当に信頼残高積み上げて人脈として持ってたら何でもできますからね、めちゃくちゃスキル高くない限りは営業できませんってやつはマジでゴミなんで、ゴミだと思って。ということで、新卒で営業経験しておくと、かなりどんな仕事にでもおいても使えるですね、スキルが身について戦闘力が上がっていくというところなので、先ほどお伝えした通り、営業って言ってもいろんな営業ありますから、なんとなくネガティブなイメージ持つだけじゃなくてですね、仕事の本質っていうところなので、こちらにも目を向けていただくといいんじゃないかなということです。ありがとうございました。ありがとうございました。